にちは。すごい大きな声が出ました。今日は聖火音楽祭に皆さん来てくれてありがとうございます。これから何が始まるかみんな分かりますか？知ってる人？お、何でしょう？あ、知ってる。何だろう？誰でしょう？さて、今から始まるのは楽しい音楽会です。皆さん、音楽会行ったことありますか？ない。わ、初めての人とっても嬉しいです。さあ、音楽会って何が始まるんでしょう？音楽をみんなで楽しみますよ。うん、そうです。さあ、これからね、とっても素敵な歌のお姉さんと、それから歌のお兄さんが登場して、みんなと一緒に音楽を楽しんじゃいますよ。歌のお兄さんとお姉さんの他にも、誰か仲間が出てくるかもしれませんよ。お友達の皆さんも一緒に音楽をたくさん楽しんでください。それでは、親子のためのドマーニコンサート、僕と私の初めての音楽会、始まります。本日はお暑い中ご来場いただき誠にありがとうございます。公演に先立ちまして皆様にお願いがございます。本公演は小さなお子様とご家族の皆様にお楽しみいただける公演となっております。大きな声で泣いても笑っても構いません。公演中、ホール内を歩き回りますと怪我をする恐れがございますので、鑑賞はお座席にてお楽しみください。それでは終演まで楽しいひとときをお過ごしください。皆さん、こんにちは。あれ、もう一回。皆さん、こんにちは。声が揃ってとっても元気でいいと思います。今日は親子のための音楽祭へ、音楽会へようこそお越しくださいました。今日は皆さんと一緒にたくさんの音楽を聴いたり歌ったりして楽しみたいと思います。この音楽会の案内役の南お兄さんと、かやお姉さんと、ドマーニ音楽隊のみんなです。それでは早速始めようか。うん、僕と私の初めての音楽会。Thank you.
って私本当に大好き。僕も音楽って聴いてるだけで心がワクワクドキドキするよね。暑い時でも元気が出ない時も音楽を聴くと自然と元気が湧いてくる感じがするの。そうだね、今日も暑いもんね。え、かやお姉さん、向こうを見てる。何か来てる。どうしよう。痩せたみたいだけど、ちゃんと食べてるの？全然やる気も起きないし、カリもめんどくさくて、もうお腹が空いて空いて。そうは言って何か食べないと。何かやる気が湧いてくることでもあればいいんだけど。そっか、じゃあさ、まずは僕たちと一緒に歌を歌って心をいっぱいにしようよ。そうね、音楽を感じればきっと体も軽くなるよ。やだ、歌なんて歌ったってお腹いっぱいにならないもん。確かにお腹はいっぱいにならないかもしれないけど、音楽をすると心がワクワクドキドキして体も自然と動かしたくなるよ。やだ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 、ただをこねてるの？ともこ先生。こんにちは。ライオンくんがお腹を空かせてるけど狩りをする元気が出ないみたいなんです。だから私たちが一緒に歌を歌って元気を出そうって。そうね、暑いけどライオンくん一緒に歌ってみない？はい。ともこ先生、はい、私ホッホッホが歌いたい。僕もあの曲歌うと元気になるよね。あと手話もつけてやってみたい。じゃあ会場の皆さんも一緒にやってみましょう。ちょっと手話って耳の聞こえない人が使う言葉、それをね、知ってる？ほんと嬉しいな。じゃあほほほ、これはほほほのところは振りなんだけど、ちょっと覚えてくれる？両手でお膝のところでほほほほ、次ゆれゆれお尻を振ります。だからちっちゃいお子さんは立ってやってみて。そう、ここに来たらこれをやってね。そして楽しいメロディー、楽しいパーだよ。パーでこうして、これこうするとね、苦しいになっちゃう。だからパーで、メロディーは2本ね。で、読んでみようでしょ。あとは、難しいところもあるんだけど、最後に青空にっていうところある。青空は顎の真ん中から空、これがこうなっちゃうと美味しいになっちゃう。全然意味が違っちゃうから、ここね、これでこうね、よろしく。こうやって真似っこしてやってみてください。で、知ってる友達は一緒に歌ってね。お姉さん大丈夫かな？はい、みんな大きな声で歌ってみましょう。Oh,
やっぱり音楽って最高だね。本当に一人で歌うより、みんなで歌った方が何倍も楽しいね。あれ、ライオンくんどうしたの？具合でも悪くなっちゃった？歌ってもいいですか？そうですね、みんなでまた歌ってみましょうね。手話もつけてやってみたい。そうだ、また手話だよ。私は大好き、こうやるの、歩くのね、大好きだ。これ逆にすると嫌いだから、ね、大好き。さあそれ覚えて。で2番になったらミツバチ、ミツバチの針とブンブンが出てきたり、3番になるとキツネとタヌキさんが出てくるよ。それを覚えてやってみて、真似っこしてね。じゃあ行ってみましょうね。はい、それでは音楽スタート。先生に拍手、はい、ありがとうございました。南お兄さん、今日はとっても気持ちいいわね。そうだね、いつも歌は歌ってるけど、こんなにたくさんの楽器と一緒に歌うことってないもんね。そうか、いつもより気持ちいいって感じるのはドマーニのみんなも一緒だからだもんね。そうだね、でもどうしてこんなにたくさん楽器があるのに音が一つに揃うんだろう。そうよね、
秘書の加藤先生に聞いてみない？そうだね、加藤先生、どうしてこんなにたくさん楽器があるのに音がきれいにまとまるんですか？はい、それはね、この魔法の棒を使ってるからなんだよ。魔法の棒？これ指揮棒って言うんだけど、魔法のようにみんなの音をまとめることができるんです。おー、すごいですね。やってみる？いいですか？もちろん。じゃあまずはこの棒を持たないで、南お兄さんにみんなにこう手を振ってね、音楽をやってもらおうと思います。では僕の、あ、すごい指揮者がいる。じゃあ南お兄さん、僕と合わせて手を振ってみて。1、2、3、4、こんな感じでいくよ。じゃあ振ってみようか。ドマニの皆さん、よろしくお願いします。1、2、3、はい。ちょっとみんな、南お兄さん傷ついちゃうよ、そんなんじゃ。もうちょっと上手に演奏して。でもしょうがないよね、魔法の棒持ってなかったもんね。じゃあこの棒を南お兄さんに持ってもらおうと思います。はい、では今と同じように手を振ってみましょう。いってみます。1、2、3、はい。おお、すごい、南お兄さん魔法使いになったようだね。本当に魔法使いになった気分。会場のお友達にもやってもらいたいな。誰かやった人？すごいたくさん。じゃあ、あの白い服を着たお兄さんが誰か選んで魔法使い。じゃあ、じゃあまずは一人やってもらいたいと思います。お名前なんですか？柳沢翔太です。翔太くん、じゃあ翔太くんが今からこの魔法の棒で魔法使いになってみたいと思います。じゃあまずこっちの手で持って、1、2、3、4って振り続けたらみんなが演奏してくれるよ。じゃあ、ドマーニのみんなお願いします。せーの、1、2、せーの。でもまだ時間があるからもっとできるよ。やりたい人？やりたい人？じゃお名前なんですか？柳沢ゆうたです。ゆうたくん、じゃあ今度はゆうたくんが魔法使いになりたいと思います。じゃあいくよ。いいですか？1、2、せーの。だからピンクの服の女の子、エミちゃん。お名前なんですか？大久保エミです。エミちゃん、じゃあ真ん中に来て、手を持って、
周りのみんな、レミちゃんに合わせていいですか。1、2、せーの。これが最後です、はい、一番高く、一番早く上げた人を呼びたいと思います。やりたい人、じゃあそこのピンクの服の女の子、名前なんですか。森永ゆのです。ゆのちゃん、じゃあゆのちゃんが今度はチャレンジしたいと思います。いきます。1、2、せーの。みんな音楽を揃えることができてすごかったと思います。もう一度会場のお友達に拍手。お姉さん、楽しい時間はあっという間だね。本当にずっと音楽に包まれてたらいいのにと思うわ。ねえ、僕もそう思うけど次が最後になっちゃうんだ。そうなの。もっともっと聴いたり歌ったりしたかったのにね、みんな。僕もそう思うけど、またみんなで音楽会をやろうね。うん、わかった。それじゃあ最後の曲は何にする？そうだな、音楽って世界中にたくさんあるでしょ。だからみんなが知ってる曲でいろんな種類の曲を感じられるものがいいね。ドマーニのみんなに何かできないか聞いてみない？そうしよう。何かみんなが知っていて世界中を感じられるものってありますか？そうですね、じゃあディズニーの小さな世界でヨーロッパのクラシックからアメリカのジャズまで演奏してみましょうか。本当に？私ディズニー大好き。僕も。ではお願いします。それでは小さな世界です、どうぞ。Thank you.
では言い表せないけど、綺麗なところやかっこいいところがたくさんあって、僕ワクワクしちゃった。私はオルゴールみたいな可愛いところが好きだったわ。音楽って言葉では表せない気持ちがいっぱい詰まってるのね。うん。おーい、ただいまあれ、ライオンくん、さっきみんなで歌を歌ったら元気がいっぱい出て狩りもうまくいったよ。音楽ってお腹はいっぱいにならないけど心がいっぱいになるって本当だね。うん、ライオンくんも帰ってきたことだし、さっき最後って言ったけど、もう一回ともこ先生も呼んでみんなで歌って終わりにしない？ああ、コンサートの最後にやるアルコールだね。僕子供だからまだお酒は飲めないんだよ。ライオンくん、ライオンくんはいつもすぐ食べ物や飲み物のことばっかり。アルコールじゃなくてアンコール。あ、それそれ、アンコール。それじゃあお友達のみんな、最後にアンコールで一緒に歌ってもいいかな？それじゃあともこ先生を呼んでみよう。せーので呼ぶよ。せーの、ともこ先生。はい、ともこ先生、最後にみんなで世界中の子供たちが歌ってもいいですか？もちろん。歌いましょう。それじゃあみんなで大きな声で歌ってみよう。今日は僕と私の初めての音楽会にご来場くださりありがとうございました。お帰りください。またアンケートのご協力をよろしくお願いいたします。